プラレールのコーナーです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。たくさんのコメントや高評価、こちらも重ね毎度毎度本当に本当にありがとうございます。今回もいただいたご質問にズバババババーンとお答えいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。まずはこちらの質問から。廃盤になった車両で復活してほしい車両はありますか？相鉄7000計算、ありがとうございます。はい、もちろんあります。いやそりゃありますよ。マッキーがプラレールで遊び始めたのってまだね、ほんの12、3年なんですね。なのでそれよりも前のものは全部復活してほしいです。いやまあそれはちょっと欲張りすぎなので、その中でも一つ選ぶとしたら、そうね、往復プラレールかな。多分ね、リサイクルショップで見つけたら飾っても手出しちゃうと思うんですよ。あとごめんもう一個思い出した。リサイクルショップでもう一個いい、200本系金型、もうねこれないと改造するとき困るのよ、ほんと。今ね結構切実やばい。というわけで、マッキー的に復活してほしいのはオークプラレールと205系金型205系金型です。はい、続いての質問はこちら。大きいポリパティを使っていたら硬化剤だけ使い切っちゃったこととかありますか？またその場合どう対処していますか？小田急沿線民さん、ありがとうございます。硬化剤、これですよね。確かちっちゃいパテも大きいパテも硬化剤って同じサイズだったような気がするんですけど、マッキーはね大きいパテでもこのサイズの硬化剤で十分足りています。はい、なんならね硬化剤めちゃめちゃ余ってるんですよ。いつかなんかに使うことあるかなと思って余りの硬化剤もこうやって取っといてあるんですけど、使い道ないよね。どうしようかなこれ。逆にね、この余った硬化剤の有意義な使い方ご存知の方いらっしゃいましたらコメント欄までよろしくお願いいたします。続いての質問はこちら。9分47秒の小さい205系は何ですか？7000有楽町さん、ありがとうございます。いやー、これ213系と311系作ってみた時の動画にいただいたコメントで、走行動画のところでね、ちらっと映り込んでるちっちゃい205系がいるんですけど、平木でですね、ごめんなさい、ちょっと部屋がひっちゃかめちゃかでちょっとどっか行ってしまったので、色違いのものをちょっと紹介したいと思います。こちらですね、じゃじゃーん。これ見えるかな、なんかアミューズメントプラレールとかっていうらしいんですけど、なんかこの箱にね入ってるちっちゃいプラレールなのかな、カップラとはまたちょっと違うサイズのプラレールです。はい、いやこれさ、実は205系のね車両をこう某オークションサイトで競り落としたつもりが、届いたのがこれだった、これっていうかこれが緑の帯のやつだったんですよ。で、ね、うわマジか、間違えたと思いつつ、実際に手にしたのが初めてだったので、まあこれはこれでいいかってなったやつです。ちっちゃいのもなんか可愛らしいんでね。ちなみにこの後デデゴイチかわいいよ。デデゴイチと、あとね、コンテナかな、これか。ほら、こんなもんね、リサイクルショップで見つけて買ってきました。かわいいしょ。で、今後もレイアウトの中にね、スネーク多分こういうのいっぱい入ってくると思いますので、隅々までチェックしてみてください。まだまだいきますよ。続いての質問はこちら。マイクラで作ったんですか？ミセスニオちゃん、ありがとうございます。そうなんです、これ鉄を探せのサムネイルですね。ちなみにこれ作ったの
の三郎さんなんですがせっかくうまくできてたので、これをねサムネイルにできそうな動画を作りたいなと思って、あの動画ができました。いや普通はさ動画ありきのサムネイルだと思うんですが、あの動画だけはね珍しくサムネイルありきの動画だったんですね結構ね三郎さん、なんかコソコソちまちまいろいろやってるみたいなんでまたそのうちなんかできたら動画にしてみようかなって思ってます。続いての質問はこちら。今一番欲しいトミカタウンは？マモさん、いつもありがとうございます。トミカタウンもキリがないよね。うちのもねちょっとずつ増えてきてはいるんですが、まだまだたくさん欲しいです。はい、あとさやっぱ自分の好きなお店のトミカタウンが欲しいので、スープだけ作ってね改造しちゃおうかと思ってます。ほらみんなが大好きなね、松岡さんもいろいろ制作されてるようなので、なるべく被らないようなねお店を今いくつか検討中です。あとトミカラマって知ってる？なんかトミカタウンよりねちょっとリアルにできてるやつがあるんですけど、3月の末から4月の頭ぐらいにうちにね一つ届く予定のトミカラマがあるんですよそれを今めっちゃ楽しみにしてます。もしかしたらちょっとリアルに近い感じの商品なので、プラスチックのレイアウトとはもしかしたらちょっと危ないかもしれないけど、それが届いたら一度はレイアウトの中にこう入れてみて、いい感じだったら今後どんどん使っていきたいと思います。それでは本日最後の質問がこちら。リクエスト車両ってどれくらい残っていますか？こちらも小田急沿線民さんからのご質問ですね。ありがとうございます。これ多分気になってる人結構いると思うんですけど、今後作る予定のリスト一覧がこのチャンネルのコミュニティのところに載せてあるので、そちらで確認してみてください。もうすでに作ってしまった車両とか、あとリクエストがダブってるものとかもあるので、数にするとね大体あと200前後になると思います。でコミュニティのところにも書いてあるんですけど、もうすでに商品化されているものとか、お待ちいただいている間に商品化されてしまったものに関しては、本家様の商品をお楽しみいただきたいので作ってませんし、必ずしもね順番通りに作れるわけでもありません。注意事項的なことも書かせていただいておりますので、目を通していただけると幸いです。やっぱねどんなに頑張ってみても1編成あたりの改造に1週間から10日間ぐらいの時間がマッキーには必要なので、リクエストをいただいた皆様にはもう気長にお待ちくださいというしかできないのが申し訳ないのですが、できる限りコツコツ進めてまいりますので、末長いお付き合いのほどよろしくお願いいたします。全部終わるまで何年かかるだろうね。本当になんかさ終わったらみんなで飲み行きたいねその後のことはもうその時に考えようかなって思ってますね。今は目の前のことを一つずつやってるだけです。頑張ります。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。他にもたくさんのご質問本当にありがとうございました。すべての質問にお答えできなくて本当すいません。なんかすいません。はい、そんなあなたのために次回3月22日日曜日15時からは生放送を予定しております。今回お答えできなかったあんなこともこんなことも直接ドドーンとお答えいたします。あの30分ぐらいで終わっちゃう予定なので、皆様早めに遊びに来てくださいね。お待ちしております。それでは次回3月22日日曜日15時からの生放送でお会いしましょう。マッキーでした。ご視聴いただきましてありがとうございます。たくさんのコメントや高評価